バウジロージは海外旅行中は Wi-Fi どうしてますか僕はね、海外旅行中は Wi-Fi は基本的にホテルの Wi-Fi を使ってますで。最近ね、ソフトバンクの、ね、海外パケ放題っていうのができて、それがすごく優秀なんですよ。僕ソフトバンク使ってるんですけど、えー、ごめんなさい、海外安心定額プランですね。今までって、今までソフトバンクのユーザーとか、まあ、どこも AU もそうなのかもしれないけど、海外行くと、海外の,そのソフトキャリアソフト、例えばソフトバンクが対応してるキャリア一覧があって、 そこのキャリアにつなげると、1日上限2980円とか、だいたい3000円近くで Wi-Fi つなぎ、Wi-Fi というか回線使い放題っていうプランが一般的だったんですよ。だからまあ、だいたい海外旅行行くと1日3000円ぐらいね、つなぎ放題にするとかかるから、レンタル Wi-Fi 借りた方がいいねみたいな話だったんですけど、今、ソフトバンクさん、海外安心定額プランっていうのを始めまして、えっと、 それはどういうのかっていうとですね、えー、と海外に着くとね、SMS でメールが来るんですけど、えー、そこにその SMS に書いてある URL を申し込むと例えば、えー、まあ国によるんですけどヨーロッパとかだと 9GB まで2980円とかには、えー、ある一定の容量が決まっていてその容量を使い切るまではこの値段ですよっていうので、あのー、まあ上限じゃなくて有限の使い放題になったんですよね。 で、よくね、海外旅行していつも僕、思ってたんですけどホテルの w i f i を主に使うから外であんま w i f i 使わない時ってあるじゃないですかそれでもつなげたら2980円かかるってすげえコスパ悪いなと思ってたんですけどこの海外安心定額プランがあることによって外でちょっとだけ使ってホテルでいっぱい w i f i 使うって人でも、えー、その容量の中で使えばいい話なんで結局安く済むんですよ。 自分の使った分だけ請求されるような感覚で使えるんでかなりコスパ良くなると思いますだから僕ねこれからねこのいわゆるこう安心定額プランみたいなサービスが普及すると w i f i 業者妹の w i f i さんとか、まあ、いろんな w i f i さんありますけど僕今回妹の w i f i て借りてきたんですけどそういう w i f i 業者きつくなるんじゃないかなと思いますね、うん、多分そのサービスによってのコストパフォーマンスの優位性が出,出なくなるんで普通にキャリアの えー、安心定額プラン使った方が別にいいんじゃない安いんじゃないのみたいな楽だしみたいになると思うんで w i f i 業者が多分これからどんどん潰れるんじゃないかなって僕は思いまと、はいまあ、なのでねあのー、だいぶね海外使いやすくなってくるんじゃないかなって思いますね。うん <laughs> で一応まあ72時間かな、十二時間で期限を切られるんですけど、今までは1日2980円かかったのが、今回からは3日間72時間2980円で 9GB まで使います。9GB なんてつかないんで、普通は、なかなか。うん、だからみんなね、あの旅行しやすくなるんじゃないですかね。はい